ナンバーアンダーラインアイ、海外武者修行で覚醒。アメリカでのレコーディング秘話と進化したパフォーマンスに迫る。平野翔、喉のの危機を乗り越え。アメリカ、ハリウッドで磨かれた歌唱力に注目。彼らは長期間にわたる海外公演の後、世界各国を飛び回りながらもパフォーマンスを磨き続けてきました。特にアメリカの有名な音楽スタジオでのレコーディングセッションでは、 最先端の技術を駆使したレコーディング機材が揃っており、彼らの音楽的スキルがさらに向上しました。現代の音楽業界では、ライブパフォーマンスの質が一段と重要視されており、ナンバーアンダーライン愛のメンバーもその期待に応えるため、日々の練習を重ねていました。しかし、すべてが順調に進んでいたわけではありません。特に平野翔は、過密なスケジュールと頻繁な移動によって喉にトラブルを抱えることがありました。 声がかすれ、歌うことさえ困難になることもあったのです。それでも平野は、持ち前の強い意志とプロフェッショナルな姿勢で困難を乗り越えました。医師の指導のもと、特別な治療薬を用いて喉の痛みを和らげる方法を見つけ、体調を整えることに成功しました。彼にとって、歌うことは単なる職業ではなく、ファンとの深いつながりを築くための手段であり、自分自身を表現する最も大切な方法でもあります。 だからこそ、彼はどんな困難があろうとも、そのステージに立つことを諦めませんでした。アメリカのスタジオでの収録後、彼らはロサンゼルスの有名なダンススタジオにも通い詰めました。ハリウッドパーフォーマンススタジオという場所は、その厳しいトレーニングと創造的な振り付けで知られており、ナンバーアンダーラインアイもこのスタジオで一流のトレーナーたちの指導を受けながら、さらなる進化を遂げました。これらの練習セッションは、 彼らにとって非常にハードなものでしたが、その経験は確実に彼らを強くし、今回のパフォーマンスに生かされました。しかし、彼らの挑戦はただのスケジュールの過密さや体調不良に限ったものではありませんでした。海外での活動中、彼らは新しい文化や異なる音楽シーンに触れる機会を得ました。これにより、彼らは自身の音楽に新しい要素を取り入れ、より深みのある表現力を身につけました。 特にアメリカの音楽市場では、さまざまなジャンルが交錯し、革新が求められます。その中で、ナンバー・アンダーライン愛の音楽も新たな方向性を乱し、より国際的な感覚を持つようになったのです。例えば、アメリカでの活動を通じて学んだ一つの教訓は、自己表現の自由さです。日本では、どちらかというと伝統や形式に縛られがちですが、海外では個性を大切にし、 自分の意見やスタイルを強く打ち出すすことが重視されます平野、神宮寺、岸もこの影響を大きく受け、彼らのパフォーマンスには一層の自信と独自性が感じられるようになりました。その変化は、ファンにもすぐに伝わり、彼らの進化を感じ取ることができるでしょう。特に今回のパフォーマンスは、彼らが単なるアイドルグループからアーティストとしての地位を確立しようとしていることを強く示しています。 これまでのパフォーマンスとは一線を画し、より感情豊かで、力強い表現が求められるステージになることは間違いありません。そして、その背後には、彼らが海外で得た新しい経験や学びが詰まっているのです。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーにとって、ファンとのつながりは何よりも大切です。多忙なスケジュールの中でも、彼らは常にファンの声に耳を傾け、 SNS やメディアを通じてファンと交流することを欠かしませんでした。しかし、今回のプロジェクトに関しては、それほど簡単にはいかなかったようです。実際、彼らは練習やリハーサルに集中するあまり、ファンに最新情報を発信する時間がほとんどありませんでした。それでも、ファンは彼らの姿勢や努力を理解し、温かい応援を続けていました。そうしたファンとの絆が、 彼らにとって大きな支えとなり、さらなる高みへと導いてくれたのです。平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人は、それぞれが異なる個性と才能を持ちながらも、共通しているのは、何を表現したいのかという強いビジョンです。長い間、アイドルとしてのイメージに縛られ、世間や業界の期待に応えることが求められてきましたが、今回のプロジェクトはその枠を超える挑戦となっています。 彼ら自身が自分たちの音楽や表現がより深く意味のあるものになるように真摯に向き合っています。それは単にパフォーマンスの質を高めるだけではなくファン一人一人の心に響くような作品を作り上げることです。今回のパフォーマンスに込められたメッセージは彼ら自身の成長とともにファンに対する感謝、そして未来に向けた希望です。彼らはこのステージを通じて これれままで支えてててくくたたファンへのの感謝の気持ちをを表現しししつつ同時にに新たな挑戦に踏み出していい覚悟を示しています平野翔がかつてインタビューで語ったように「困難は僕たちを強くするだけではなく僕たちに新しい視点を与えてくれる」という言葉がこのプロジェクト全体に表れています。また今回のプロジェクトではファンとの新しい形のコミュニケーションも模索されています。 これまで SNS やメディアを通じた直接的な交流が中心でしたが、今後は彼らの音楽やパフォーマンスを通じて、より深いレベルでの対話が求められるでしょう。音楽そのものが一種の対話として機能し、聴く側と演じる側が共に感情を共有する場となるのです。この新しい形のコミュニケーションは、ナンバーアンダーライン愛がこれからどのようにファンとの関係を深めていくのかを示す鍵となるでしょう。さらに、 今回のステージが注目される理由の一つは、これまでの活動との違いにあります。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが個々に多様な活動を展開してきました。映画、ドラマ、バラエティ番組など、多岐にわたる分野で活躍してきましたが、今回のステージは、再び3人が1つのグループとして一体となり、共通の目標に向かう姿が見られるという点で特別です。 これはファンにとっても待ち望んでいた瞬間であり、彼らの集大成とも言えるステージになるでしょう。彼らがこれから進む道は決して平坦ではありません。音楽業界は日々変化し、新しい才能やトレンドが次々と生まれる中で、常に進化し続けることが求められます。しかし、ナンバーアンダーライン愛の3人は、それぞれがそのプレッシャーに打ち勝ち、新たな境地を切り開いてきました。 彼らがこれから挑む未来には、さらなる可能性と挑戦が待っているに違いありません。これからの彼らの活動がどのように展開していくのか、ファンたちの期待はますます高まるばかりです。そして、その期待に依頼ようとする彼らの姿勢は、間違いなくさらなる感動を生み出すことでしょう。今回のステージを皮切りに、ナンバーアンダーライン愛の新たな伝説が始まるのです。その旅路には、 多くの困難や試練が待ち受けているかもしれませんが、彼らの決意と情熱、そしてファンとの強い絆がある限り、その道は必ず成功へと続くでしょう。これからも彼らはファンと共に歩み続け、その成長と進化を見届ける喜びを共有していくことでしょう。ファンたちは、ただの観客ではなく、彼らの物語の一部であり、共に感動を分かち合う仲間です。この先に待っている新たな挑戦と成功を、 共に楽しみに待ちたいと思いますナンバーアンダーライン愛の未来はまだ始まったばかりなのです